どうも、髪の毛ボサ太郎です。髪の毛ボサ太郎っていうのは、したい髪型がなくて美容室に行く足がどんどん遠のいていくとやってくる妖怪となっております。もちろんピコ太郎から派生してますので、ティ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  BOBA ティティティ違う。どうも皆さんこんにちは、ケイジチャンネルです。というわけで今日はですね、バランワンダーワールドが気になってるんですよ。私正直、私の動画見てる方でバランワンダーワールド気にしてるっていう方かなり少ないと思いますけれども、私ちょっと気になっちゃって、っていうか前まで全然気にしてなかったんですよ。なんなら買う気なんか全然なかったんですけど、今買います。その理由をちょっとお話ししていきたいかなと思っております。ちょっといろんな話に派生していくと思いますのでね、なかなか聞き応えのある話になるんじゃないかなとは思うんですけれどもね。まあただね、スクエニさんのゲームなんですよ。でスクエニさんのゲームをね、なんかね紹介したりするとね、スクエニから金もらってんだろって言われるんですけど、これだけは一つ言わせてください。スクエニさん、金くれくれ、もらえるんならちょっともらいたいと思ってますね。そんなわけでお話をしていきたいと思っております。っていうかね、バランワンダーワールドね、多分売れないと思いますね。ぶっちゃけ売れない。だってモンハンライズと発売日かぶってるし、まあ体験版出てるんだけれども、まあ体験版プレイする限りは別にゲーム自体のクオリティもそんな高くないんですよ。ちょっと待ってよ、おい、ちょ、待って、あれなんだろう。スクエニさんやっぱりお金はいいです。お金はいりません。で、金もらうと好きなこと喋られなくなっちゃうので、ちょっとね、お金はいりません。まあそんなわけでさ、絶対そんなに売れずに、話題にもさほどならずに、スルスルスルっと消えていっちゃいそうなゲームなんだよなーなんていうところなんですけどね。まあなぜ気になったのかっていう話。まずバランワンダーワールドってどういうゲームっていう話なんですけども、3D のマップでアクションを行う、アクションゲームなんですが、80種類ある衣装をね、チェンジしていき、こう、アクションを切り替えて、ちょっとしたパズルを解いたり、時に敵と戦ったりして、そんな感じのゲームとなっております。ゲームには一応物語があって、主人公がワンダーワールドに迷い込んでしまって、そこで様々な人たちの物語を見ていきます。だけどこのゲームの世界では独自の言語になっておりますので、何を喋っているのかとかは分からず、演出などで感じ取って理解していくタイプの物語ですね。でさっきも言ったんですけど、体験版とかも出てて、遊んだんですけど、別にクオリティはそんなにアクションゲームとしてもすごい高いとは思わなかったんですよね。なんかああいうの遊んでたら、ナックってすごかったんじゃないかなってちょっと思っちゃったりしましたね。でこのバランワンダーワールドを作ってる方は中裕二さんっていう方で、もともとソニック・ザ・ヘッジホッグの、プログラマーとして参加してたんだけれども、そのままソニックチームを率いるようになっていったっていう、ちょっとかなりすごい人なんですけど、その方が今、ソニック、セガの後独立して、その後スクエニに入って、今バランワンダーワールドを作っているということです。だから、このバランワンダーワールドを作ってる方は、要はね、すごい方なんですよ。ソニックを作ったね。で、その中裕二さんっていう方は、マリオの完成度とかもすごく関心を持っている方でして、なんかね、バランワンダーワールド、体験版やる限りなんかね、マリオ 3D っぽいんですよ。なんだろう、3D のマップでさ、なんかジュエルみたいなものを集めていって、なんか直前にね、私ね、マリオ 3D のフューリーワールドをプレイしてるもんだから、ちょっとそれと比べちゃうんですよね。やっぱマリオの完成度は凄まじくて、ね、操作性とかもマリオめちゃめちゃいい、軽快に動くし、そういうのと比べちゃうと、ちょっとバランワンダーワールドはアクションゲームとしてもちょっと引けを取ってしまうなっていう気がするっちゃするんですよね。でね、衣装によってアクションが変わるって言いましたけれども、なんだろう、アクションって基本的にかどうかわかんないですけど、体験版をやる限りはどの衣装もアクションは一つなんですよ。で、ゲームのボタンってすごいたくさんあるじゃないですか。だからどのボタンを押しても同じアクションしか出ないんですよ。で、ジャンプのアクションだったらもうどのボタンを押してもジャンプが出るし、こっちのトリガーを押してもジャンプが出るんですよ。どれも一緒だったりするので、一応なんかね、PS5 でやるとそのアダプティブトリガーの、押し込みの力の加減とかっていうのがあるんだけどね、こっちで押してもアクション一緒なんで、なんかこっちでアクションしちゃうんだよね。だからなんかアダプティブトリガーなんか無駄遣いだなみたいな、そんな感じになったりする。でね、このゲームはですね、舞台ミュージカルがモチーフになっておりまして、なんかショーをクリアしたりするとミュージカルがあると。体験版でもね、そのミュージカルちょっと見れるんですけれども、で正直それもいまいちに見えちゃうんですよね。なんかみんな見たことあるでしょ、ピクサーとかディズニーの CG の映画とかさ。でああいうの見ちゃうと見劣りしてしまいますよね。で、バランワンダーワールドに出てくるバランも、正直ジーニーみたいだなっていう感じがします。ここまでね、こんだけ散々言っておいて、それでなお気になってて買うっていうんだから、わからんもんだよねっていう話なんですけど、このゲームはですね、12の舞台がありまして、舞台ミュージカルをモチーフにしたゲームだって言ってるので、ストーリーが12あって、一つのストーリーが一つの舞台ミュージカルみたいになっているっていう感じなんですけれども、体験版でですね、プレイできるのが第1章、嵐と戦う男、
その男の物語が舞台、ステージとなっておりますね。そのステージで、まあ、男の物語が表現されながら、それを見て物語を感じ取っていきながら、ゲームをプレイしていくっていう形になるんですけどね、これがね、ディズニーランドのアトラクションみたいなんですよね。なんていうか、その、あれ、スプラッシュマウンテン。皆さん、乗ったことありますかね。ディータリッドゥータ、ドゥードニーテーのやつですよ。なんか、最終的に、こう、船に乗って、なんかその川を渡っていて、最終的にシュパーンってなる、あれ、あれですよ。ね。で、あれに乗ってるとさ、その、なんだろう、シュパーンって落ちるまで結構長いじゃないですか。その、船に乗ってこう進んでいる傍らで、ウサギ丼、キツネ丼、クマ丼が、なんかその、いろいろやってるじゃない。待て待てーみたいな。いろいろやって物語が展開していく。そういうのをなんかじっくり見ていきながら最後物語がリンクしてバーンって落ちるみたいな、ああいう感じになってる。ああいう感じっぽくなってる。そこまでは完成度高くないんだけど、それっぽくなってるんですよね。だからステージ進んでいくと、なんかみんなね、こう踊ってたり陽気にしてたりするんですね。で、物語のその中心である、その嵐と戦う男、その男が所々にいて、まあ農場で頑張ってるみたいな感じの姿が見れるようになっていて、で、一応ステージの最後にはボス戦があって、で、ムービーとかも出てくるので、物語自体は至ってシンプルなので、大まかに何がその男に起きていたのかっていうのはなんとなく想像がつく。っていうか、ある程度の大人になったのであれば、この絵を見た時点で、まあ、どんな物語が出てきて、どんな風になっていくのかって、概ね想像つくんじゃないかなと思います。で、まあ、こういったさ、物語があるのに、あんまり語らないっていうのも、なんか、最近のゲームって表現力がすごいあるから、少なくなってきたじゃないですか。このゲームの中ではね、なんか独自の言語を喋ってるので、まあ、正直、喋ってても何言ってるかはわからないんですよね。で、ゲームの一番最初のオープニングは、喋ってることに字幕がついてて我々でもわかるようになってるんですけど、本当はその字幕ももともとついていなかったらしいんだよね。で、あまりにも何やってるかわかんないからっつんでね、なんか字幕をつけたらしいんですけれども、まあなんかそういうこだわりを持って作られてるんですよ。まあそういうのをちょっと踏まえた上で、ちょっと2章以降、体験版でできない部分ではあるんですけど、ちょっとこういう物語があるんだけれども、イルカとダイバーとか、虫めでる少女、風になりたい少年、で、この辺の物語を、この表現でちょっと見てみたいなって思ってるんですよ。まあ、ただ正直そんなにひねった物語ではないと思うんですよね。さっき言った通り、この絵を見たらどういう物語が待っているのかっていうのは、大人になってしまえば、なんとなく想像できる部分があると思うんですよね。登場人物がどんな思いを持っていて、で、それによってどんな困難が待ち受けていて、それにどう打ち勝っていくのか、みたいなところが多分コンセプトになってるんじゃないかなと思ってます。ただ、ある程度想像できるその物語を、語り口のない表現で表した時に、どういう風に感じるかなっていうところにちょっと楽しみを感じておりまして、例えばなんだけど、体験版でプレイできたその、ね、嵐と戦う男なんですけど、僕はこんな風に感じたんですよ。農場を経営し始めて、まあ、すごい希望あふれる男がいるわけですけれども、まあ、嵐がやってきてね、まあ、全てを奪ってしまうわけなんですよ。で、男は絶望するんだけれども、だけども、それでも実ったコーンがあるわけですね。で、それを見て決心するんですよ。よし、嵐と共に生きていこうって。ね。これは僕の想像なんですけどね。いや、まあ、ムービーが出るので、ストーリーの大枠はそのままなんですけれども、最後の、よし、嵐と共に生きていこうって決心したかどうか、その男が。それはわかんないんですけれども、なぜ僕が、そう思ったかっていうと、このステージの中にはですね、主人公が着れる衣装があるんですけども、それの能力がですね、なんかトルネードスピンなんだよね。嵐は追い払うことはできないけれども、まあそれと共に生きていくしか我々にはできないよねっていう話。ね。だから要はその、まあ他の物語でもそうなんだけども、主人公には多分強い思いがある。何かしらの強い思いがある。で、なんか物事で何事も必ず対極があって、強い思いがあればそれにつきまとう、負のエネルギーが必ずあったりする。それとの戦い。戦いっていうか打ち勝つっていうよりはどう付き合っていくかみたいなところを表現していこうとしてるんじゃないかな。っていうのをなんとなく感じております。なので、なんかそんな風に変に語りすぎないことによって我々が勝手にこういう風に解釈することができるわけですよ。だから一見子供向けな感じのストーリー展開なんですけれども、語らないことで誰の心にも届くようなものになっているんじゃないかなっていう風に感じております。例えばなんだけれども、ラストオブアスパート2みたいなゲームって、もう語るじゃないですか。語るというかゲームプレイとかストーリーががっつりあってめっちゃ見せてくるじゃないですか。ね。で、最後の最後で結果だけ我々に丸投げしてくるんですよ。ポンって。ね。だからバラン・ワンダーワールドと逆。バラン・ワンダーワールドはムービーである程度結果を見せてくれるんだけど、その過程をどう想像させるかっていうところがこのゲームにあって、ラスアス2と逆なんですよね。
なんでラスアスと比べてんのっていう話なんだけどいやそれは別に、ね、好きにさせてくださいっていうところなんですが、でも大体のゲームがそうだよね。道中をがっつり見せて最後どう受け止めるかは皆さんでどうぞみたいな感じが結構多い気がする。ゴーストオブツシマなんかも近いんだけどちょっと違くて、ゴーストオブツシマも同じようにストーリーとかで、まあ過程をしっかり見せてくる、過程をしっかり見せてきて最後プレイヤーに選択をさせるんだよね。だけどある程度どういう選択になるかっていうのはある程度その物語の道中の中で誘導されてたりするんだよ。誘導されながら最後選択をどちらか選んでいくみたいな、どういう結末にするか自分で選んでいくみたいな感じになっていくので、まあそういう意味ではまあラスアス2とゴーストオブツシバもまあストーリー展開のあり方としてはちょっと似てるんだけれども、なんか違うといえば違うみたいな、まあちょっと関係ない話になっておりますけれども、まあそんな感じでね、まあバラン・ワンダーワールドにはバラン・ワンダーワールドなりのその魅力や受け取り方がきっとあるのかなといったところ、ゲームのクオリティとかムービー、その核になってるミュージカルっていうもののその部分のムービーのクオリティとかもさほどではないんだけども、まあ十分遊んでみたくなるかなっていうふうに私は感じました。いやなんかね、こういう風に感じるきっかけみたいなのがあって、2020年の東京ゲームショーで中裕二さんがどこだっけな、 IGN のなんかその東京ゲームショーの番組の中で出ててゲームのお話をしてくれてるんですよね。ちょっと探して URL 下に貼っておきますので、それ見て、あ、やっぱり作ってる人の話聞くと興味湧くなーなんていう風に思ったのが、まあ、一番のきっかけで、興味が湧いていろいろ調べてったり体験版プレイしたことによって、あ、これこのゲームってこういう受け取り方していったらひょっとしたら楽しいんじゃないかなーなんていう風に思ったっていうことが、まあ、きっかけかなといったところです。なわけでバラン・ワンダーワールド、僕が気になってる理由なんとなく伝わっていただけましたでしょうかね。いや別にね、この話を聞いたからってみんながバラン・ワンダーワールドに興味を持って買ってくれるとも思っておりません。ただなんかいろんなゲームがあっていろんな楽しみ方やいろんな味わい方があるよなっていうふうに僕は思っておりますっていう話をしたかっただけでございました。スクエニさん、お金をちょうだいお金ちょうだい、500円ちょうだいということで、ご視聴いただきありがとうございます。あ、嘘だよ金なんて、金、こっちか、この話の内容じゃ金は発生できないね。だってなんか4割ぐらいなんかね、こけ下ろしてたような気がするんだけどもね、ちょっと待って待って、これでいいかな俺今日この動画、なんか悩んできた。まあいいや、ご視聴いただきありがとうございました。また次回何かしらの動画でお会いいたしましょう。じゃあね。